ここから散歩したいと思います。駅電車を置いたらこれをいただきました。港漫遊マップ、今ここですね。アンシャルアート30のこの辺見に行けばいいんですね。化粧院ってあれですね、猫の化粧院ですね。乗車証明書をもらいました。これが目に入らぬかと。なんか案内表示板が面白いですね、ここ。これで行ってみましょう。まずはアンシャルアート見ていきましょうか。1857年完成。アンシャロ化粧院、化粧院の像が枯れて面白いです。これここです。ありました、三条門。水戸藩江戸小石川邸正門です。三条門くぐります。ちょっと草ぼうぼうですね。入りができてないですね。三条門下手に見ながら反射が終わりました。これみたいです。これが反射の跡です。広がっております。あれが港大橋じゃないですか。復元ですか、これは。大型の金属溶解炉、異国船が出没したんで、この大砲を作るために作ったと。これですか。反射炉、当たりました。次は化粧院ですね。猫の化け猫の伝説なの化粧院。ちょっと公園が荒れてますね。少し綺麗だったんですけどね、公園が。川に出ました。中川です。あっちが港大橋ですね。明治20年建築、稲葉貸店、ここですね。反射炉の鉄砲玉作ってたんですね。確かに古い建物かもしれません。これだ、反射炉の鉄砲玉。ですね。旅館広場。すげえですね。もう一回伸びたら出てきそう。旅館広場ですかね。寺っぽい建物が出てきました。寄贈院はこれっぽいです。すごい段差。段差が多いですよ、この寺は。寄贈院ここです。寄贈院これです。行ってみたいと思います。寄贈院、この屋根の上、炎燃えてますよ。すごいな、赤いな。化け猫の伝説があるという寄贈院です。すごい門番じゃないですか。墓地管理料年間3000円って安くですか。すごい門です。立派な門があります。うわ、ここに象がいる。立派な門をくぐります。すごいですね、この門。
段階の数多いですね。こんなに。こんなですよ。やっぱ年間3000だけあるな。3000じゃ安いわ。こんなに段階数。とありました、案内看板。この案内看板も重いですよね。港公園。縁がこの看板、徳川です。縁がここも徳川か。草刈り中ですか。水戸藩徳川光圀、黄門様が建てた別邸屋とかよ。そういうことか。ここは黄門様の別荘か。とりあえず行ってみよう。草を刈らないと大変なことになります。ここはそう思っております。大変な量です。これは見えてきました。この松です。黄門様の別荘の庭に植えてあった松ですね。これは確かにすごい松です。これはすごい松が持っております。遺品格跡、この一休寺はめちゃめちゃ難しい。水戸黄門が建てた別荘です。これ庭に合わせた松かよ。すげえな。港御殿。遺品とは慎んで日出ずるを導く。ここが水戸さんの黄門様の別荘か。確かにすげえや。別荘草刈りの朝市ですね。草を刈ってあるか大事に早く違いますからね。これ時間で一番大切だよね。作ったほら時間で来たかっても終わっちゃうからそれで。あらららららあっちが大洗じゃないですか。アクアワールド大洗水族館。あそこあっちが大洗に続く橋だ。これすごい小堀が積んでおります。お魚市場って感じですね。小堀がすごい。すごい人です。車もすごいです。このセンターはすごいことになっております。車大混雑です。電車で来る人はほぼいません。こちらが港になっております。釣りをしている人がいっぱいいます。そこのおにぎりつまんどいちゃうから買っていこうかな。おにぎり花車サンドイッチ。安いですね、これ。絶対美味しいですよ、これ。シンガーシーマイスありましたよ。これですね、干し芋もなか。これ食べたいと思います。すごいな、芋が。芋の味がすごい。で那珂湊駅戻ってまいりました。今日は那珂湊駅からの散歩でした。この辺でさよならしたいと思います。さよなら。